キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、ということで始まりましたドラフト戦略。まあ、ドラフト通信も終わりまして、はい、総チェックも終わりまして、うん、いよいよドラフトまっしぐらということで、はい、ポストシーズンは行われますけども、並行してねドラフト戦略と、ね、これでもあの各チームの誰を取った方がいいのか、はい、球団関係者にも含めて指導していこう。指導ですか？ああおなんか結構今年やっぱちょっと強気でね。そうだね、うんうん、はい、今日化粧暑いね。え、本当ですか？あ、ライトのせいかな。わかんないですけど、え、私結構ここだ今日薄めな、自分の中では薄めなんですけど、暗いとかもしれないです。まあね、アマチュアの子見てるからね。まあ、やらまあ、確かに確かに。そう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 、ね、確かに。これはもうちょっと濃いめで。濃いめで。濃いめで。47都道府県全関係者見てるから。見てますからね。アマチュア関係者、プロ関係者見てますから。はい、誰だか名前が上がるかね。はい、うん、ということで、オープニングはやっぱりロッテから行こうか。ロッテ、おー。いきますか。オープニングは。はい、ね、ロッテからっていうところでね、まあ、ドラフト戦略、はい、ね、どこが必要かっていう、まず、うん、だからまあ去年はね、うん、1位に上田久斗ね、はい、っていうところで、うん、まあ、あのくじ引きを外してっていうところはあるけども、はい、行ったっていう中で、まあ、今年はどこも取んなきゃいけないんだけどね、うん、正直、はい、どこも足りてないんだけどね、うん、まあ、キャッチャーはいらないね、うん、今年は、はい、テラチもね、うん、いい感じでできてるから、はい、で佐藤としはもう頑張ってきてね、うん、まあ、誰かをクビにするんだったら取ってもいいかなっていうのはあるけども、まあ、キャッチャーいらないね、うん、正直ね、はい、野手、うん、欲しいね、欲しいですね。でも先発も欲しいんだよ、うん、ロッテのね一番ダメなところは、はい、24歳からあの27歳の選手たちの圧倒的伸びの低さね。だから、まあ、友杉、池田ライト、安田、茶谷、小川、平沢、大下、山口、藤原、和田幸四郎、高部愛斗が24から27歳の間に。確かにそこに野手結構ガッて固まってますよね。ガッと固まってるよ。だからまあ、うん、いい分布ではあるんだよ、年齢構成的にはね、はい、うん、でもこっから出てきてへんねんて、うん、で結局30オーバーの藤岡、中村、岡、荻野、角中、まあ、どんなに頑張ってんねんて。確かに。じゃあその若いとこから出てこなきゃっていうところで、まあ、友杉も結局はレギュラー取れずでしょ、はい、で安田は何やっとんみたいな感じでしょ、うん、池田ライトどこ行ったみたいな感じでしょ、うん、チャーターに中途半端感否めないでしょ、うん、小川は今年ね、はい、ちょっと出てきましたけどね。出てきたけど、うん、結局今現状で言うとどれぐらいの2割4分1厘の、うん、盗塁9個だからね、はい、そんな言うほどスピードが生かしきれてるわけじゃないよね、うん、で平沢はどこ行ったんでしょ、はい、で大下はパフォーマー元気あるからね、うん、やっぱあの外とボランコのね、はい、あのミキがずっとあのレアードの相手してたみたいなね、はい、感じでしょ、うん、で外野は山口、うん、で右打ちなんかしてる場合じゃないぞでしょ。藤原はいい感じになってきたね、はい、この怪我が明けてね、うんうんうん、で和田幸四郎が全然スピード生かしきれず、今年通り9個だからね、はい、どうすんのみたいなね。で高部は今度膝の手術でしょ、はい、こう走力戻ってくれるのかっていう、これもう第2の荻野だから、はい、一度は見たい、うん、高部選手のフル出場っていうね、はい、荻野とよく似てんねんもスピード、うん、で愛斗でしょ、はい、まあ、上田がねどこまで頑張るかだけど、うん、野手は薄いよな、薄い、で外ポランコに頼りでしょ、うん、でピッチャーで言うと、はい、ピッチャー年齢分布図結構いいのよ、ばらけててね。でも結局ピッチャーも30オーバーの、ね、坂本幸四郎、うん、ね、今年31歳、来年も32歳になります、うん、ね、国吉、西野は来年34歳、うん、増田、唐川は来年36歳、石川37歳、沢村も37歳、三馬39歳、カイケルが来年37歳、うん、早生まれだから38歳の年、日本でいうと、に何人登録されてねえって話だよ、うん、でだからここも24から29までの間で考えると、これ20代後半がゴワッとチームを支えていかなきゃいけないわけじゃん、うん、でその時に菊池、大谷ね、はい、まあ、パッとせずで森で種市で広畑、八木、ね、東、岩下、小野、うん、で二木、沢田、ね、30歳までいうと、
で左が高野、鈴木翔太、今年出てきた。で元前ちょっと怪我しちゃったからね、うん、で小島、中村、ね、でメルセデス、うん、ちょっとちょっとやろ、うん、確かに分布的にはすごく綺麗にこう、ね、そう年並んでんだけどもそのいないのよ、うん、で若いところで言うと、まあ、田中ね、はい、佐々木朗希、横山、うん、20代前半ね、はい、まあまあいい感じだよね、うん、でも全体的に全体的によやっぱこうスターがいたりがあんまりないっていうのが、うん、だからどこも取んなきゃいけない、うん、確かにね、確かにどこが圧倒的に強くてどこが圧倒的に弱いがないチームですよね。だからもう強いて言うんだったら、うん、まあ、キャッチャーはいらんかなっていうね、はい、そこだけ明確っていう、あ、そこは明確なの、うん、他は全部いるのよ、はい、じゃあ佐藤さんだったらどこ行きますか、1位どこを担いたいですか、一番やっぱり、だからそう考えるともう、うん、打ち勝つ野球は無理よ、無理だね、そしたらもうディフェンスからやっていかなきゃいけないから、はい、そうなったらもう即戦ピッチャーやな、やっぱそうですよね、うんうん、ローテーションをやっぱり頭数というところで、うん、野手もいるよ、それはあの、はい、この前のイベントだと野手って言ってたからな、うん、ファンの人はそれはもう物足りなさ否めないのよ、はい、じゃあ来年年変わりましたと、うん、なった時にじゃあ既存の選手たちがじゃあポランコ外も含めて移籍しなかったと、うん、仮定しよう、はい、だからキャッチャー佐藤だよね、はい、でファーストが外だよね、はい、でセカンド藤岡だよね、うん、でショートが友杉でしょ、でこう岡川がどっちから入るわけでしょ、はい、でサードが安田か中村でしょ、うん、外野が岡、藤原、うん、でもし高部が元気だったら高部、うん、で荻野、角中、はい、で山口、うん、みたいな、もう変わり映えもないしな、うん、いやそれは内野もいるって言うよな、うん、でも1位はピッチャーやな、そうですね、ピッチャー弱いよ、いいピッチャー即戦力のね、あ結局ここ最近もドラフト大卒社会人、まあ、去年が上田竹内投手行ったんですよね、上田、大谷、木村、早坂、寺地でしょ、竹内、草1位渡辺じゃないの、あ渡辺外してだと、渡辺で、草加、うん、そう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 、うん、別に去年もそんな別に明確なビジョンがあったわけじゃないんだよ、うん、このポジションっていう、はい、いい選手から順番にいったみたいな感じや、うん、ね、先発ローテーションの先発のピッチャーっていうところでは佐々木朗希投手から取ってないですよね、1位ではいってないですね、1位ではね、うん、その下位も含めてなったのは、まあ、田中が、まあ、来年どこまでできるかちょっと期待感あるかなっていうね、田中春也投手、はい、で18年の大島だから、うん、まあ、ここら辺でやっぱ先発いるようなバシッとな、うん、そうですね、1位はだから先発をやっぱ1位でいって、うん、で野手いるよな、うん、で長距離砲欲しいしな、だからもう最高のドラフト言っていい、いけないよいけないけど理想みたいな、あ、もうそうそう、はい、現実は違うかも分かんないけどね、はい、うんうん、もう最高のやつ言っていい、はい、最高のやつはもう1位、うん、もう金丸、はい、ね、最高のやつ、もうまず1位に世代ナンバーワンピッチャーいって、あ、もういって、ね、うん、もうそうじゃないともう無理です、はい、うん、ね、2位が、渡辺大正大、うん、これどう、最高ですね、うん、これでいけた、やっぱ右のいいのがおらんねん、そうですね、ロッテは、うん、だからこれ1位に取れる、取れますか、いや絶対無理です、無理です、アマチュア担当どうですか、いや無理ですね、無理だ、もう渡辺君の評価はぐんぐん来てるんですよ、1位でなくなりますか、いや1位で消えると思いますね、これそうですか、そうですか、ちょっと無理ですかって、うん、じゃあ吉野どうですか、あー吉野、早稲田のでもね、吉野君とね、もう上田君と被るんですよ、でもあの吉野君が嫌じゃん、いやそうなんです、上田君キャラがね、キャラが長距離かって言われたらなんかもう、でも打つやつ欲しいね、うん、なんかいやだってマリンなんてもう球場狭くなってるからいけるよ吉野君は十分いけると思います、2位でもしかしたら余ってるかもしれない、はい、うん、それもあると思います、本当は内野がいいんだけどね、内野の長距離砲、うん、渡辺君もね内野守れたりするけど、うん、サード、はい、お、渡辺いいね、1位いっちゃう1位いこう、あ、渡辺選手1位にですか、いけますよ、ありやな、あります、どう金丸抽選になるやん、はい、絶対抽選になりますね、だからもう、うんうん、一本釣りで右の大砲、え、でも一本釣りもいけます、でも金丸よりはくじ少ないやろ、まあ、確かに競合率はもしかしたら、うん、
でも確かに一本釣りはありですよね。もうその点選択はいいと思うんですよ、うん、思い切ってね、思い切って、うん、おらんしね、うん、俊足、まあだからさ、右のまあ、うん、先ピッチャーはさ育てよ。やっぱりね、プロ野球界のね、一番ダメなのはね、すぐ新しいもの行くね。あの癖があんねん、すぐ新しいもの。だからガチャとか発動するやん。まあそうですね、育てよ、ね、うん、だから、田中、中森、はい、ね、うん、で菊池、はい、森、ここ育てよ、うん、ね、そしたらカバーできるわけじゃん。そうですね、うん、で、まあ、元前もね、怪我から復帰して頑張ってもらって、うん、ね、そうしようか。それが、それだね。じゃあ1位野手でいきます。また渡辺行こう。まあ渡辺君か西川君かって多分球団によって評価が変わるので、うん、いやもうやっぱ青学の西川君いいと思いますよ。うん、青学の西川美翔君、そうです。いやいや、サードも守れるから。そうなんですよ。ああ、そこか。なるほど。やっぱロッテがサード不在だから、はい、渡辺君を取ってパワフルサード、うん、そっかそっか、センターサードもできるっていうところで、うん、こっち行っとこうっていう、うん、でセンターできるってことは外野どこでもできるから、ね、そうですね、うん、でサードもできるから、はい、いいやん、うん、で上田久斗は左だから、左でね、うん、右左で別に行ければいいからね、うん、はい、私足も速いし強肩で右の大砲っていう、まあ、ね、理想的ですよね、はい、うん、いいんちゃう。じゃあ1位は、おだって野手がさ、もうドングリーズがドングリーズがやっぱいいドングリーズがいっぱいいんねん。ちょっと言い方があるんですけど、言い方悪い、なんて言うの。いやいや、まあ豊富に、豊富、まああのいろんな人材が豊富にいるだけで、ね、いるだけで、ね、ドングリーズだからさ、はい、でしかもそのさ、大砲系がいないじゃん、うん、いないですね。もう山口がね、うん、頑張ってくれりゃいいけどね、もう残念みたいな今年の感じになるからさ、うん、今年も、まあ、あと山本ね、山本、あ、そうですね、うん、うん、育ってくれるといいですよね、うん、そうだね、山本が育ってくると別に渡辺君いらないんだけどね、うん、でもサードができるっていうのがさ、はい、やっぱファンのみんなも内野って言ってたもんな、言ったんね、うん、やっぱりかなり中村翔吾とあの安田に対するあのストレスが溜まってると思うねファンの人は、うん、だからやっぱり渡辺君いっちゃう、うん、でも確かに一本釣りの可能性は高いですよね、うん、2巡目でピッチャー行けばいいんちゃう、まあ、ピッチャーはだから要はから、ね、うん、1位で渡辺君行って2位3でピッチャー取ればいいんちゃう、はい、でこの去年もこの、うん、高卒の木村早坂行ってるからね、はい、木村いい感じで投げてるから ね、 ね、ここら辺をこの木村早坂、田中、ね、中森、ここら辺の20代前後秋山とかをうまく育てていってね、はい、挽回すればいいから、うん、だから1位野手の2位3位、うん、即戦ピッチャーでいいんちゃう、はい、4位5位で野手いるよ、それは高校生大学生とかでいうと高校大学ぐらいいるよな、そうですね、うん、まあ、幅広くってことですかね、幅広く、うん、コツの感がすごいんですよね、うん、だからまあね、うん、スピードスタイリッシュもいらんから、はい、スピードスタイリッシュはいいんですね、もうスピードスタイリッシュ、そういうのいらん、ネス、ダイランのネスみたいな、うん、そう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 、だからもうロカン欲しいですよね、小川藤原とか高部とか、はい、もうそういうの、そういうのじゃなくて、あの、山本みたいな、とにかくでっかい、うん、でっかいやつ取ってこいっていう、でっかいやつ、はいはいはい、そしたら、末金とかね、はい、広島の杉本とかね、はい、オリックスの、はい、そういうのなる可能性あるじゃん、はい、だからもうちょこまかしたやつ取ってきても、うん、盗塁10個もせえへんかって意味ないね、もう素材型でもいいですか、じゃあ、そうそう、もう でっかいの、でっかいのインド、でっかいの、いや、なんか私のこうおすすめ的には、じゃあちょっと高校生の内野手サード、うん、これから楽しみなスラッガー、うん、紹介してもいいですか、うん、浜松商業高校の、うん、鈴川財蓮君、うん、わかります先生、はいはい、まあ、180センチ86キロでお母さんがフィリピン人のハーフの男の子なんですけど、うん、もう静岡県ナンバーワンスラッガーです、うん、高校通算29ホーマーで、まあ、もうプロも結構見に来てるんですけど、うん、まあ、今まだスカウトは荒削りだけど馬力があって面白いっていう評価なんですよ、多分素材型なんですよ、本人はでもどうしてもやっぱプロに行きたいっていう志向があるので、もう育成でもいいからプロに行きたいっていう、まあその思いが強い子ですね、まあ育成はありえるよね、ありえますよね、正直ね、だからちょっと育てるって意味で私は結構推してますね、はい、浜松商業高校、それじゃいいかもね、はい、圧倒的なパワーっていうところで、2軍の成績だけ見てみると、うん、ね、そんな、まあ、寺地がね、はい、2割8分とか打っていくけど、
そんな言うほどみんな大したことないね、うん、まあ、上田久斗は3割言ってるから頑張ってから来年あたり出てきてほしいけどね、はい、なかなか苦しいよね、はい、確かにそのロッテでドカン系いないですもんね、ほんと接点おらへん、うんうん、ザイレン君頑張ってほしいな、うん、そうやな、だから野手行って、はい、で2位3位で左右のピッチャーでもいい、左右のピッチャー、うん、はい、で4、5、6ぐらいで野手欲しいね、はい、うん、あと何気に、うん、何気にやで、はい、何気に外野が少ないね、はあ、角中荻野がもう来年40や で岡が来年34やで、うん、はい、じゃあ30歳以下で見ると山本、山口、藤原、和田、高部相手、うん、少なくない、だから渡辺君が破いけるから、うん、いいね、うん、これやな、はい、これじゃあもうちょっと先生にお勧め聞きましょうよ、いいのロッテに、はい、どういうの欲しいですか、もし渡辺君が取れなかった時の右の大砲系なのか、はい、先発型のピッチャーなのか、私ももう押したいピッチャーとかいっぱいいるんですよ、いっぱいいるんですよ、いっぱいいるんですよ、あの、ね、で佐藤さんの要望に沿って出していこうっていう、要望言ってもこういうの行きましょうかとか、うん、で1位は渡辺くん、渡辺くんでじゃあ、はい、あのじゃあ撤収しましょう、じゃあ2位以下のピッチャーとか、ピッチャーでいきます、それかまあ外れた時の野手の補強ですとか、外れて、まあ、1位ではないと思うんですけど、うん、外れた時ってもし外れて例えば外れて1位をでピッチャーを行きましたとか、うん、だったら方向性変わるじゃないですか、じゃあ外れてピッチャー誰取れるの、外れてピッチャーだったら右だったら、うん、やっぱり左の寺西くんとか、うん、左だったら次大学の佐藤くん、うん、佐藤君ね、うん、いやもう佐藤君は私も超絶推しですよ、うんうん、富士大学の佐藤君、外れ1位、外れ1位でも十分可能性はあるんじゃないかなと、もしく、まあ、NTT 西日本の井原君とかも、うん、攻撃で評価高いんで、うん、まあ、大小出身ですね、うんうん、ちょっと私はもう佐藤龍之介君ご利用しなんですけど、うん、はい、あのね、好きそう、何気に好きそうなのか、法政の篠木君とか、ああ、はいはいはい、右のピッチャー、うん、好きそうなんですよ、うん、確かにね、確かに好きなタイプ、白井くん行っとく、行っときます、白井くん行きます、あ、まあその出身というか高校とかも兼ねて、うん、しかも鈴木翔太も法政だしね、うん、そうですね、好きなんですよ、法政つながりで、法政つながりで、右で篠木健太郎投手、だから篠木くんだったらやっぱ2位とか3位ではね、絶対いなくなるようなピッチャーですよね、うん、僕は魅力なのはやっぱ寺西君かな、右の、うん、あのね、北山みたいな感じを想像してもらっていいです、おー、日本ハムの、はい、あれぐらいやっぱりスピードレベル高いよ、高いですよ、うん、あの時も僕言ったと思うんですけど、楽しいんで、うん、ぐらいこのもう素材がいいんですよ、球の質が本当に、うん、あれは国学院の坂口君は、あのね、いいです、僕も入ってます、このリストに、報道学院出身で、うんうんうん、あのここ最近ちょっとやっぱりコンディション不良とかで投げれてないので、うん、ちょっと評価は下がってるんですよね、うん、でももともと持ってるものとか能力っていうのは絶対高いんで、うん、絶対ドラフトには絡んでくると思うんですよ、ほとんど僕はいいと思うんです、うん、でも1位かって言われたら僕は1位ではないような気はしますけど、うん、でこれは中村優斗、いやもうだってここはもう1位候補じゃないですか、1位ですよ、頑張ってない、風邪1位ない、でもありえるからね、ハズレ1位は、いやまあ、もう一人に集中しちゃったらハズレ1位はありますからね、それはもうだって去年だって1位候補って言っててハズレ1位の選手もいたしな、まあ、確かにね、う、うん、そ12人割れないからね、うん、6人ぐらいでドラフト1位終わる可能性あるからね、はい、1巡目ね、うん、内外山漏れて右の大砲即戦力って一人いますよ、はい、大西くんって言ってね、うん、ライオン、JR 東日本東北の右の大砲なんですよ、うん、はい、ほとんど彼高校の時から履正社で、うん、高校から社会人にいた子なんですけど、うんうん、大西くん右のパンチ力って言ったらもう末金クラスになるんじゃないかなって僕はちょっと期待してる、お、内野も外野も漏れて、体も183cm90kg って結構でかいくて、うんうん、このパンチ力、うん、広島が好きそうな感じなんですけど、まだ出しすぎんなよ、ね、まだ、いやそうなんだよ、1回目だから、1回目だから、まあ、私もちょっと抑えとこう、力入れすぎやぞ、あの佐藤くんのプレゼントかちょっと後に残してくれる、ちらっと大西くん、大西くんね、はい、この前は寺西くんもね、はい、しっかり押したいなと、だからロッテは、うん、もう1位は、うん、渡辺くん行こう、行きましょう、はい、うん、で、うん、2位3位でピッチャー、はい、左右即戦力でいいんですよね、うんうん、で3位4位で野手、うん、これは育てる系でもいいと、まあまあ高校生でもいいよね、うん、正直ね、はい、去年 の、 あの木村早坂みたいにね、うんうんうん、これいこう、で、はい、あのでもそ、あのあれね、でかいのやつね、でかいやつ、
私はもうソブカー君をもう育成でもまあすごい回でもいいんで育てて大物にしてほしいなと思ってます、うんうんはい、あと外野のやっぱ高校生取った方がいいと思うんだよね、うん、いないからね、うん、あだからもう小林君とかですかね、うん、小林君ね、はい、はい、今後ね、うん、いいんですかプレゼンしなくて大丈夫ですよ、はい、小林君はもうみんな知ってるんで、はい、ちょっと年齢層高めすぎるんでね、うん、確かにそうですね、うんうん、若いとこ少ないですね、そう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 、うん、だからそういったところは必要かなっていうね、はい、大砲ね、うん、大砲ね、でかいやつで、はい、うん、スピード&スピーディーもいない、はい、うん、将来も兼ねたでかいものを取っていきたいですね、そうだね、はい、うん、ということです、はい、はい。